閉会式国歌斉唱に新風、鈴穂玲、誠柚子子光ら、宝塚歌劇中組星組花組から計20人の宝ジェンヌ。絵式では、国歌斉唱の大役を創設107周年で日本が世界に誇る女性だけの劇団宝塚歌劇からも計20人の宝ジェンヌが務めた。宝塚大劇場公演が開幕したばかりの雪組、東京宝塚劇場で上演中の月組の2組を除く、中組、星組、花組の3組の男役、娘役が華やかに閉会式を彩った。中組トップスター新風鈴穂、真風鈴穂はトップスター最上級生の入団16年目。長身175センチの恵まれた体格とダイナミズムから、ザ男役の代表格で、女性が男性を演じる象徴として選抜メンバーの中心となった。星組トップスターレイ誠と花組トップスター柚子子光、柚子子レイ、黄金世代と言われる第95期生で、トップでは最下級生の13年目。共にアスリート顔負けのスピーディーでキレキレのダンスに定評がある。それぞれのトップスターの相手役を務めるトップ娘役のうるい花、純花イコール中組、舞空瞳イコール星組、星風、星風、まどか、花組も出演した。他の出演メンバーは以下の通り、花組イコール水尾武と、長久木瀬や、音栗ことぶき、清野明日香。星組イコール愛月光、瀬尾ゆりや、遊佐ひとみ、小桜ほのか。中組イコール金光とは、桜木みなと、和木空、陽羽ねらら、龍風紀、天才宝里、丸にりっと、愛の参加、歌い上げた。越路吹雪さんの日本語歌詞 SNS 反響、鳥肌やばい。凄すぎる。シンガーソングライダーミリット、ミレー、が8日、東京五輪閉会式に出演し、東京スカパラダイスオーケストラの演奏で、愛の賛歌、を歌い上げた。次回パリ大会のフランスの楽曲シャンソン、その代表曲として、世界中で親しまれている、愛の賛歌。フランス語の現代は、ヒムン・イエール・アモー。越路吹雪さんによる日本語歌詞を歌った。SNS 上には、鳥肌やばい。今回のオリンピックで一番上がった、来たすごすぎるなどのコメントが上がっている。ツイッターでは、スカパラ、ミリット、愛の賛歌がトレンド入りした。ミリットは2019年3月にメジャーデビュー。iTunes をはじめとする11の音楽配信サイトで1位を獲得。その年のレコチョク年間ランキングでダウンロード。ストリーミングの両部門で新人アーティストランキング1位に輝いた。ハスキーで重厚感のある歌声と高い歌唱力が魅力の歌姫。東京スカパラダイスオーケストラが演奏する中、カラフルなドレスで登場したミリトーをフランスの歌手であるエディット・ピアフの楽曲、愛の賛歌を披露。冒頭を日本語で歌い上げ、その後はフランス語で歌唱した。ネット上では、愛の賛歌だ。2024年のパリにつながった、素敵から。日本語とフランス語両方で歌うなんてすごい、など多数の反響が寄せられている。菱形注目の美女シンガーミシェって2018年に本格的に音楽活動を開始したミリットは2019年3月6日にメジャーデビュー。2017年頃から音楽に熱を入れ始め、デモテープがレコード会社関係者の耳に留まり、わずか2年余りでデビューを手にした。一度聴いただけで耳に残る重圧感のあるハスキーな歌声が印象的で、2020年には第71回 NHK 紅白歌合戦にも出演している。菱形1年の延期を経て開催された東京オリンピック、無事閉幕へ。57年ぶりに開催された東京オリンピックは、新型コロナウイルスの影響により、大会史上初めて1年の延期を経て開催。東京都に緊急事態宣言が発令され、ほとんどの会場が無観客で行われるなど、同大会史上でも歴史に残る、極めて稀な状況で行われることとなった。
大会は史上最多の33競技、およそ200の国と地域から1万1000人余りが参加して、7月23日から8月8日まで17日間にわたって開催。日本は金メダル27個、銀メダル14個、銅メダル17個で過去史上最多の58個のメダルを獲得した。